沖縄本番前です。すごいですよ、見てください。もずく天ぷら、イカ天ぷら、お芋、しかもこれあれですよ、スパムと、スパムですよねこれ、スパムと卵焼きとゴーヤの天ぷら、人参しぎしぎもあるよ。これいいんですか、早いもん勝ちですか、うん、わポチギポチギ、でも人参しぎしぎもな、え、じゃあポチギっていいですか、すごい大きい、じゃじゃん、あ、ちょっとすごいわ、見てこれすごい、ちょっとこれ大きすぎたかな、でももう取っちゃったから、ハッシュドポテトが好き。ではいただきます。本番1時間前。うん、うわ、初めて食べるご飯とハッシュドポテト美味しい美味しい。お疲れ様です、奥花子です、今日は名古屋公演無事に終わりました。終わった後にコンビニ行って、今からホテルに帰るところです。自撮りしてます。そんなわけでちょっと近い名古屋、すっごい盛り上がりでしたね。みんなめちゃくちゃ声出してくれて、とっても楽しかったです。ありがとうございました。でもコンビニでちょっとね、何買おうかなと、今から実は行くんです。今からね、何を買おうかなと、もう冷やし中華ですね、季節はね。冷やし中華食べてないですね今年まだ。うん、いいね。明日三重があるんでね、あの打ち上げはしないで帰ってきましたんで、あの部屋で一人寂しく行きたいと思います。それではまた。三重公演終わりました。三重では初のワンマンライブだったんですけど、今日ここでライブが今終わりました。ありがとうございました。ハイタッチも終わりました。 Today、 いや、三重でね、本当に念願のワンマンライブツアーで、やってくれました。嬉しかった、すごい盛り上げてくれてありがとうございます。もう汗だくで、もうちょっと化粧が取れてますけど、さね、いや今もう絶賛片付け中でございます。みんなヘルメットかぶってね、危ないですからね、多分今どけようと思われてるかもしれませんが、大丈夫かな、うん、ということで、三重ありがとうございました。これが長野で有名な土鍋プリンだそうです。開けてみます。これ何が入ってるかなと思いきや、ぶわプリン、これ顔かな、顔になってんじゃない、これ目と鼻とほっぺと口、違う、多分ぽいくない、でもなんか埋まってるね、ここに何かの。食べてみますか、じゃあいただきます。今ライブ前です。もうあと1時間、あと1時間ぐらいかな今日は。お、いいですか、普通に食べちゃって、うん、お、なんかすごい美味しそう、うわっとわー、おほー、いただきます。うん、うん、ふわふわ、美味しい、うん、こりゃうまい、美味しい。なんかね、プリンが甘い。ごちそうさまです。マジで食べちょっと本当にこれないですよね、これないよね、ちょっと本当に勘弁してください、うがいします、ほんと、うん、うーん、以上です。はい、福井公演終わりました。ハイタッチ終わりました。北陸3県これからスタートなんですが、まずは1軒目、福井、もう響きのホール何回目ですかね、9回ぐらい、あ、響きのホール自体はそんなにはないかな、もっとかな、10回ぐらい、そうだね、イベントも含めたら結構たくさんやらせていただいていますけれどもね、本当にありがとうございます。すっごいもう静寂なんですよ、あの音がね、その中緊張感もありつつ、本当に皆さんのおかげでできました、ありがとうございました。それではちょっと古田さん、あの FOB 北陸イベンターさん担当、ちょっと逃げないで
ちょっとボロシャツめっちゃ似合ってるんですから、これ宣伝をしたいんですよ、これ。あの宣伝でね。宣伝いいですよね。どうですか、着心地どうですか。こちらバッチリですね。バッチリですか。 L サイズ、L サイズ、 L サイズ、この、はい、この感じで L サイズどうですか、参考にしていただいて。参考にバッチリですね。いいと思います。いいと思います。いいと思います。普段も来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。また明日も、明日もよろしくお願いします。ということで、北陸でした。嘘です、福井でした。またね。埼玉公演終わりました。ありがとうございます。今日は動画が縦みたいなので、みんなもこうやって見てもらえたら、こうしたらいいのかな。うん、ぜひ。そう、ですね、なんとなんとライブ終わったらですね、甘いものが余ってました。ホットスタッフさんが買ってきてくれたんだって。この近くにあるパティスリーアカシエ、洋菓子の世界大会、長いこれ、コンクールを制した今日の明石シェフが作り出すスイーツ。あ、マカダミアナッツだこれ。肉団子じゃない。めちゃくちゃすいません。美味しい。うん、でこっちもちょっと食べていいからねって、半々こしようっていう、さっきちょっとそういう話もしたんですよ。でこれもちょっといただきますよ。ブルーベリー、はぁ、あ、見える見える、これ見える、すごい、なんか盛り上がってますね。いきます。うん、うん、何これ、生チョコだ、生チョコだけどブルーベリーだ、不思議、美味しい、ってコーヒー飲みたい。ありがとうございます。ということで今日は埼玉すごい盛り上がりましたね。なんかね、本当にいい会場で、いいスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。